よーい、スタート。次世代を担う映画監督たちの登竜門、若手映画作家育成プロジェクト。3人の新人監督が映画制作に挑む。プロのスタッフのもと35ミリフィルムで撮影。この短編映画3作品を劇場公開。毎日爆裂クッキング。食べ物も自分も粗末にするんじゃない。冷めて幻。ただいま。吉田って私のこと好きなの？窓たち。産んでほしいって思ってる。ほんとめんどくさいね私たち。映画界への挑戦が今始まる。 OK です。 NDJC 若手映画作家育成プロジェクト2020、もう一度見てもいいですか？期間限定ロードショー、詳しくは NDJC で検索。